ヌリアー・リャゴステラ・ビベスは、スペイン・パルマ・デ・マヨルカ出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス16勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス5位。身長156センチメートル、体重53キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。1996年に、プロに転向。2001年全豪オープンで予選を勝ち上がり4大大会に初出場し、キム・クライシュテルスとの3回戦まで進出した。全仏オープンでも3回戦まで進出したがその後は長く低迷が続いた。2005年5月の SAR ラプリンセスラーラメリアムグランプリで初めてのツアー決勝に進出し、テイ・キヨシを 6-4、6-2 で破り、ツアー初優勝を果たす。全仏オープンでは1回戦で第23シードの杉山愛を6-3、4-6、6-4、3回戦では第13シードのナタリー・ドシーを7-6、6-3で破り4、大大会シングルス最高成績の4回戦に進出した。4回戦では第2シードのマリア・シャラポワに2-6、3-6で敗れた。大会終了後のランキングで自己最高のシングルス35位を記録している。2005年から女子国別対抗戦フェドカップの代表に選ばれ、1回戦でアルゼンチンのヒセラ・ドゥルコを6-4、4-6、6-3で破り2勝2敗で迎えた。最終戦のダブルスでもアナベル・メディナ・ガリゲスと組ヒセラ・ドゥルコ&マリア・エミリア・サレルニ組を6-4、6-4で破り通算成績3勝2敗で勝利した。準決勝のフランス戦では、マリー・ピエルスに4-6、4-6、アメリ・モレスも2-3-6、1-6で敗れ通算1勝3敗で敗退した。2008年の中国とのフェドカップ準決勝では、シングルスで、テイ・キヨシを6-4、6-3、ホウ・ソツを6-4、6-4で破りダブルスと合わせて3勝を挙げ、スペインの勝利に貢献した。決勝でスペインはロシアに0勝4敗で敗れ、準優勝に終わった。2008年からは、マリア・ホセ・マルティネス・サンチェスと組ダブルスで活躍する。2008年全仏オープンと2008年ウィンブルドン選手権でベスト8、2009年は全仏オープン以外の3大会でベスト8に進出し、最終戦の WTA ツアー選手権にも出場し、初戦でヴィーナス・ウィリアムズ&セリーナ・ウィリアムズ組を2-6、6-4、10-8で破り、決勝に進出。決勝では、カーラ・ブラック&リーゼル・フーバー組を7-6、5-7、10-7で破り優勝し初めてのビッグタイトルを獲得した。リャゴステラ・ビベスは、オリンピックスペイン代表として、2008年北京、五輪と2012年ロンドン五輪の2大会に出場している。北京五輪ではシングルス1回戦でチェコのクララ・ザコパロバを2-6、6-3、7-5で破り、初戦を突破し、2回戦で中国のテイ・キヨシに7-6、1-6、4-6で敗れた。マルティネス・サンチェスとのダブルスでは1回戦で、ロシアのエレーナ・ベスニナ&ベラ・ズボナレワ組に6-2、1-6、3-6で敗れた。ロンドン五輪では、マルティネス・サンチェスと組んだダブルス1回戦で、オーストラリアのケイシー・デラクア&サマンサ・ストーサー組を6-1、6-1で破ったが、2回戦で中国のホウ・ソツ&テイ・キヨシ組に2-6、4-6で敗れた。リャゴステラ・ビベスは2012年からダブルスに専念している。2013年7月の大会でのドーピング検査で、禁止薬物のメタンフェタミンが検出され2年間の出場停止処分を受け、現役引退を発表した。W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加。P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。ありがとうございます。